代わって調布木島平村取れたて旬情報のコーナーです。このコーナーでは姉妹都市長野県木島平村の旬の味覚などをご紹介します。調布駅そばにあるアンテナショップ新鮮屋からお届けします。というわけで調布駅すぐそばにあるアンテナショップ新鮮屋にやってきました。桑原店長よろしくお願いします。お願いします。長野県の北部に位置する木島平村、日本一美しいと言われるブナの原生林と豊かな水、寒暖の差が激しい気候により国内随一の美味しいお米が自慢。他にも様々な農産物が作られています。調布市はそんな木島平村と姉妹都市盟約を結び交流を深めています。さて今回はどんなものをご紹介いただけますか。野沢菜漬けですね。お、野沢菜ですか、はい、こちらはどんな特徴があるんでしょうか。はい、こちらは1年に1度だけしか出ない冬季限定で本漬けになってますね。他の種類でこう味って食感だったり変わりますか。そうですね、深くは使ってますが、だからといって酸っぱいわけではなく、だからそうですね、年配の方だとやっぱりスキー行った頃のその野沢菜漬けが食べたいっていうのがこういう感じだと思うので美味しいと思いますね。何か酸味を抑える工夫はあるんでしょうか。低温でしっかり樽で熟成させられているので、まあ、そこまで酸っぱくなくて、まあ、味がいいというところが特徴ですね。こちらの野沢菜漬けはいつ頃まで買えるんでしょうか。はい、まあ、量にもよりますけれども3月いっぱいぐらいまではあると思いますので、ぜひ、お買い求めください。ぜひ皆さんに食べていただきたいですね。はいはい、よろしくお願いします。桑原店長、今日はありがとうございました。ありがとうございました。